二度目の勇者は復讐の道を洗い歩むは、気づかネロによる日本のライトノベル。イラストは真空。小説家になろうでの連載を経て書籍化された後、司法やや物作画により、角川にてコミカライズされている。日本の、とある学生、受け会人は、ある日、王女アレシアオロルレアの手により、勇者として異世界に召喚され、魔王の討伐を依頼される。会人は、 不予曲折の果てに魔王を倒して、世界を救ったが、人類の敵という汚名と冤罪を着せられた上に、今まで助けてきた異世界の人間から命を狙われ、ついには昔助けた人々に騙されかつての仲間の手によってあざけ笑われながら殺されてしまう。死の間際、もし次があるなら、裏切った者たちすべてを最も残酷に苦しめて、絶望させてから皆殺しにすることを誓った甘は、 気がつくと裏切り者に殺された記憶を持ったまま、異世界に召喚された直後の状況に舞い戻る。計らずも二度目の人生を得たアマは、アレシアの要求を拒絶し、裏切り者を最も残酷な方法で苦しめて復讐するために行動を開始する。小説家になろうで連載していたが、2019年1月9日、サイトの運営が規約違反を理由に、作者のアカウントを削除した。 小説家になろうで連載していたのは7巻の冒頭部分までで削除以降は投稿サイトに投稿していない。このため7巻以降は書き下ろしとなるコミコーカーで連載中。ありがとうございます。